マジすごい。今回は、キモかわいい店に行ってまいります。びっくり、愉快、かわいい、をテーマにして楽しく観察していただく、その名も、キモかわいい店。キモかわいい、ってどういうこと？気持ち悪い、と、かわいい、を合わせた造語なのです。じゃん、かわいい点、いただきます。なんこれ、めっちゃ固まってる。かわいい、めっちゃかわいい。寝とんだけど、寝とるよ。おーい、おーい、チンチラさん、これ生まれたばっかりとかじゃなくって、もうこういうものってこと？なんかやばい、生まれたての赤ちゃんみたい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。すごい目、もう目が、行きましょうか、せっかくなので。こっから多分ヤバくなるんだろうね。足、これ、足、
カリッと。うん、同じ。美味しい。
もう家飲むしかないですね。うわ、男だね。ほら、焼きそばの味がするでしょ。うん、なんかめちゃめちゃ美味しいってわけじゃない、酔っ払ったら美味しいかもしれない。ごめんなさい。はい、最後まで終わりましたけど、結構なんかスリル満点というか、なんか最初入った時はめっちゃ可愛いハリネズミだったから、あ、めっちゃ可愛いやんと思ったら、なんか次開けたらもう超キモいみたいな感じで、なんだろう、なんか次が怖いけど開けたら可愛いのもいたりとか、なんかなんだろう、なんかめっちゃ怖くてもう早く行きたいなっていう感じか、なんかちょっと可愛いのもいて癒してもらったりとかで、すごいいい感じに最後まで見ることができました。まあ、イベントなんですけど、キモカワ展の方が9月の19日からスタートしまして、11月の29日の日曜日まで、こちらイコットニコットの4階で、朝の11時から夜の7時までやっているということですので、皆さんぜひ遊びに来てください。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。